カール・メンガーは、オーストリアの経済学者。経済学における、オーストリア学派の祖。ウィリアム・スタンレー・ジェボンズ、レオン・ワル・ラスらと共に、限界公用理論の創始者として、近代経済学の創始者の一人に挙げられる。アンタース・シュンゲン・ルーバー・ダズ・メトー・デ・デア、ソーシャル・ウィセンシャフ・テン・ウント・デア・ポリティションを奏み、インスペス・サン・ディール、1933カール・メンガーは、 オーストリア領ガリチア、ノイザンデツの下級貴族の裕福な家庭に、弁護士の息子として、生を受けた。兄、マックス・メンガーは、政治家、弟アントン・メンガーは、民法学者となっている。ギムナジウムを卒業後、プラハ大学とウィーン大学で法律を学び、後に、クラクフ大学から、博士号を受けた。1860年代に大学を離れ、レンベルク新聞社、 そして、ウィーン新聞社で、経済ニュースを取材する記者として働いた。記者として、経済を取材する過程で、メンガーは、古典派経済学の価格決定についての理論と、実際の市場での値動きとの不一致に気づいた。1867年から経済学の研究を、始め、1871年の、国民経済学原理の出版により新しい、経済学を打ち立てた。 これにより、彼は、経済学のオーストリア学派の祖となった。経済学原理は出版当時、ほとんど無視されたが、その後、新古典主義革命に貢献したとの名声を得た。1872年、メンバーは、ウィーン大学法学部に渡し、講師として招かれ、その後数年にわたって、財政学と経済学のゼミナール及び講義を行った。 出席する学生数は年々増加し、1873年には33歳で経済理論の院外教授に迎えられた。1876年以降、メンガーはオーストリア皇太子であるハプスブルク家のルドルフ、大公の経済学と統計学の家庭教師を務めた。皇太子がヨーロッパ大陸やイギリス諸島へ旅行した際、2年にわたって随行した。 また、皇太子が1878年に匿名で出版したオーストリアの上流貴族社会を強烈に非難した攻撃文書の執筆を手伝ったと見られている。彼と皇太子との関係は1889年に皇太子が自殺するまで続いた。1878年、ルドルフの父であるオーストリア皇帝フランツ・ヨーゼフ一世は彼を ウィーン大学の経済学生教授に任命した。1900年には、宮中顧問官の称号が与えられ、オーストリア貴族院議員に任命された。教授職という安定した地位を得たメンガーは、彼の主張した論点と、経済学原理で用いた手法を発展させ、その正しさを立証することに着手した。これは1883年に、社会科学、 特に経済学の方法に関する研究の出版となって結実した。この本は論争の嵐を引き起こし、メンガーと彼の弟子たちはドイツ経済思想の本流から逸脱しているという意味で歴史学派の経済学者たちから嘲笑を込めてオーストリア学派と呼ばれるようになった。1884年、メンガーはドイツ国民経済学における 歴史主義の誤りという批判文書で、これに応じ、こうして、歴史学派と、オーストリア学派の間の方法論争が始まった。この間を通じメンガーは、経済学の分野において、自分の後継者となる、同じ考えを持つ研究者らを引きつけ始めた。オイデン・フォンベーム・バベルクや、フリードリヒ・フォン・ビーザーらが有名である。1880年代の終わりに、メンガーは、 オーストリアの通貨制度を改革する委員会の長に任命された。それからの10年間に彼は資本論、貨幣論といった貨幣理論を革新しようとする大量の論説を表した。ドイツのアカデミズムの状況への絶望が大きな原因になって1903年、メンガーは研究に専念するために教授職を辞した。1921年に死去。 メンガーの息子のカール・メンガーは1902年に生まれ、後に著名な数学者になった。なお、メンガーの蔵書の一部、約2万冊は、第一次世界大戦後、日本の旧制東京商科大学によって購入され、同大学の後ろ身である、一橋大学の社会科学古典資料センターが、所蔵する、メンガー文庫として公開されている。あれは、限界公用を含んだ、 主観価値説を唱えた。人間は、ある財を使用せる、自価値順位の高い目的に、まず割り振るのである。ゆえに財が一単位失われるときは最低の目的、なじり限界単位が差し控えられるのである。そして、おっれが、その財の価値なのである。これが、限界公用理論である。思考して、財のパラドックスは解決せられた。例えば、水は百単位あるが、 ダイヤは10単位しかないとしよう。他の条件にして等しければ、すなわち水の限界単位とダイヤの限界単位では、ダイヤの紅葉の方が大きい。もちろん大規模の均衡が存在する砂漠では、これとは真逆になるであろう。また、あれは、生産に必要な時間を考慮し、材を最終消費財たる。 第一次財のための第二次財といった風に、生産段階を初期の工事財と後期の定時財とに分けた。この説はやがて、ベームバベルク等によって発展せられ、生産の各段階の時間や最終消費財への貢献に応じて、資本家からの現在財の提供に対する利子の割引をせられた報酬を受け取り、資本家は、 自身の現在材,材の供給による利子を差し引いた核、生産物を受け取るという説が唱えられるに至った。また、あれは、貨幣の起源に、終時の考察を行った。最初は、その原理に簡潔に示されているだけであったが、やがて、オンザオリージン・オブ・マネートードで発展していった。これは、直接交換はある一項の欲しいものを持っている、人間をつが、必ずしも、 自分の所有物を欲してはいないという、物々交換につきものである問題に橋を発する。例えば、望遠鏡より、米の方が売れやすいことは、容易に想像がつくように、あれは、販売可能性という概念を持ち出し、こうはとりあえずそのような商品に、あれの製品を買えるだろう、と。思考して夫レトの間でも競争が起きる。やがて携帯性、結合分割性、 希少性、耐久性等度に富んだ金や銀といった、貴金属に集約せられてくる。これが、貨幣の始まりであるという。もっとも、これは、歴史的の証明ではなく、あくまでも、一般的の人間行為における論理を分析したに、過ぎない。この説は、やがて荒れの学派によって継承せられ、特に、フォンミーゼスのザ・セオリー・オブ・マネー・ンド・クレジットで貨幣を、 限界公用に結びつける際に決定的の役割を担った。ありがとうございます。